きなさおりのトリップステーション時刻は三時を回りました今日も国道三3 0沿いパークアベニュー入口 FM 小座のスタジオから私きなさおりがお届けしますきなさおりのトリップステーションのお時間です この番組は小座をはじめとしまして沖縄の県内各地のですね、えー、観光地などの旬な情報ですとか穴場ですとかあんな角度やこんな角度でお届けする旅番組となっております。こ、えー、このののの番番組組ががですねリスナーの皆さんとの えー、旅の情報発着点となりますようにという願いを込めまして番組名もトリップステーションと名付けましたサンジジャーのおともに旅のお話いかがですかメッセージは761 at mark fmkoza.jp です761 at mark fmkoza.jp ですファクシミリは098-934-8653 9348653までお願いします。また、fm 講座ではユーストリームとツイキャスにて映像と音声を配信しております。fm 講座のホームページからアクセスしてみることができますので、こちらもどうぞお楽しみください。 さてですね、えー、本日私のコンディションが、コーナーイェーンができておりまして、アビカンティーしております。お聞き苦しい点がありましたら、すみません。いつもだろうって言われそうな気がしますけれども、はい、よろしくお願いしますね。この後4時まで生放送をお届けしますね。また本日はゲスト、えー、この番組始め、始まって以来、 大人数ですすかね3名様予定しております後ほどご紹介させていただきますのでお楽しみになさっていてくださいね。さてですね、今日の沖縄地方のお天気なんですが、本島地方、中南部、北部ともに曇りち晴れ。 えー、気温が32度となっておりますよなんか心配なのが台風の動きなんですけれども、あのデージデージ,デージマギーナ、あの14号はちょっと遠くに行って少し安心かなと思いきや、ですねまた16号が発生しています。15号はもう 消えちゃったのかなもうないですけれども16号マラカスという名前だそうですね16号も発生してますのでこの台風の動きにも注目していきたいところです、えー、さてこの先の沖縄地方のお天気なんですが中南部北部ともに明日は晴れだそうです晴れマークが出ています台風が近づいてはいるんですけれども明後日ぐらいからちょっと崩れそうな感じがしますね、えー、天気予報は晴れ 東の風がやや強く夜頃から曇ってくるそうです波は3メートルうね,うねりを伴うそうですねで、明日の最低気温が27度最高気温は32度とまだまだ暑い日が続きそうな沖縄地方となっております皆様お住まいの地域今いらっしゃる地域の空はどんな表情をしていますかこちらもぜひ、えー、メッセージお待ちしてますよ、えー、さてですね 来週の火曜日、来週の火曜日というと20日になりますね。連休明けの20日にですね、えー、バスの日、バスの日知ってる方、初めて聞いたよという方、様々だと思いますが、来週火曜日はバスの日ということで、そのバスにちなんだお話をお届けしていきたいなと思っていますよ。今日のテーマは、バス。 あるある <laughs> 間に合ったかな <laughs> 微妙 <laughs> はい、えー、バスあるあるですねバスにまつわるお話路線バスでもいいですよあの私のまあたくさんのバスに関する思い出はありますけれども高校生中学生高校生特に高校生の頃ですかねその頃に毎日乗っていたバスでたまたまタイミングが合う 行きに会う時と帰りのタイミングの時と様々だったんですけどそこでいつも乗せてくれるバスの運転手さんがあのマイクをつけてね車内で観光案内をしながら運転するっていう運転手さんがいましたはいもう引退はしてますけれどもねされてますけれども私が高校生の頃はあの普天間あたり通ってもあこの辺はね昔はねああでねこうでねーって観光案内をしながらはい。 今ではそんな運転手さんは多分聞かないのでいらっしゃらないと思うんですけれども、うん、そんなねあの話を聞くのもとても楽しみでしたはいそういったねバスにまつわるお話思い出ですとかねバスあるあるでメッセージをお待ちしてますよ mark fmco.jp ですではここで一曲お届けしますね、えー、私の大好きな大好好ききなな もう、愛してやまない、ボニーピンクさん。4年、4年ぶりの新曲、はい、新曲集が発表されました。その、新曲集は、<laughs> いい感じ、もう、コーナーへ。<laughs> はい、押してますね。はい、ハートビートの中から、ボニーピンクで、ハートビート。 きなさおりのトリップステーション FM 小ザのスタジオから生放送でお届けしておりますで今日のテーマはバスあるあるバスあるあるアクセント難しいな、はい、バスにまつわるお話をお待ちしてますよメッセージは七六一アットマーク FM 小ザドット JP です ユーストリームとツイキャスにて映像と音声も配信しています、えー。FM コザのホームページからアクセスして見ることができますので、こちらもどうぞお楽しみください。ツイキャスからメッセージが届いております。ありがとうございます。ラジオネーム太郎介さん。あ、いつもありがとうございます。のほーん。チャオリンこんにちは。って。メイグもいるよーって。ありがとうございます。2>, <laughs> 2時代もね、あの、えー 松田さん、サリーちゃんの番組で太郎介さんね、私聞きながらいつもここまで来るんですけれども、あの、中野中野でした東京で、町田か、中野じゃない。町田全然違う。町田のイベントのね、様子をお話ししてましたけど、太郎介さんのね、あの、レポートも私も、 フェイスブックで拝見しました。楽しそうでしたね。毎年行われてますよね、このイベントはね。はい。メッセージありがとうございます。そしてルドルフさんも、はい、さサオリさん、サオリさん、メグさん、このチちはーって、口内炎お大事にって、ケナログがいいですよって、ケナログってあれかな、飲むのかな、塗るのかな、どっちかな。なんか塗ってるんですけど、なんか、口内炎に直接塗るタイプのもの、 使ってるんですけどちょうど歯が当たるところなんでこのこうなんだろう軟膏みたいなのが剥がれちゃうんですよねだから治りが悪くってあーもう大変お年頃なのかねなんのよ <laughs> はいありがとうございますリスちゃんだよリスちゃんさんえゲストはいいからきなさおりちゃんを見ていたいって もう、ガン見してもうお願いします <laughs>、えー。はえ、さおりちゃんの番組以外を聞いてません。嘘つきや。さっきの番組でもメッセージ送ってたでしょバレてるよ、あなた。はい。ありがとうございます。はい。ではではでは。えー、チャライ AKB ファンさん、ヘイヘイメグ、さおりん、コンチースって、コンチースありがとうございます。今週は忘れてなかったね。ありがとうございます。先週はなんか、あ、忘れてたって放送後にね。 えー、メッセージありましたけれども「ギノワン聞いてたってギノワンの、ね、この時間私も聞いたことがないのでなんか残ってるのかな同じように小座と同じようにああじゃあ後ほど見てみたいと思いますはいありがとうございますたくさんのメッセージありがとうございますまた後ほどご紹介させていただきますね、えー、今日のテーマはバ「バスバスあるある」あれ <laughs> やっぱり難しいななんだろうな 危ないな。はい、でお待ちしてますよ。七六一アットマーク fm コザドッ jp です。では、えー、琉球新報から時効のしおり、そして観光ニュース、観光情報って言ったらいいのかな。こちらはね、今回はね、今日はねお届けしたいと思います。まずですね、えー、明日十五日は旧暦の八月十五日。 十五夜です。はい、ギリギリ見れるかな、明日まで、夕方から曇るかな。はい、満月ですね。旧暦の八月十五日です。で大気が澄んでいて、一年中で最も美しい月が見られるとされ。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月という歌もあります。で平安時代の貴族社会から始まったとされ、その後。 武士社会や庶民の間に広まりましたもともとはです、ね、月の満ち欠けで行われてきた農作業の中で季節の節目として大切にされてきたものですで、この日には月見団子に加えてすすきなどの秋の七クソは七クソって <laughs> ジコルジコル最低コーナイへ <laughs> もう昨日の通りバッカ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 だね <laughs> ここいいところだったのに大事,だ大事大事これ YouTube、まあ、you 残るんだねはあ、もう大変秋の七草を備えて月見の宴などが行われますはいで心配なのは台風のね はい、マラカスさんなんですけどね私のこのかみかみ具合もね心配ねはいえ明日は十五夜ということで次行のしおりから紹介しましたそして続いてもう一つだけ琉球新報からの、まあ、これは観光情報ですね ね、琉球新報はうるま市観光物産協会と協賛で2016一花火アートプロジェクトこれプラス3プラス3でいいのかなを開催しますよ。アートによる島おこしを目的に今年で5回目となります。 池島そして宮城島浜比嘉島偏座島の4棟が登場で今年は島々と本島をつなげる海中道路にも展示されますで今回は国内外で活躍する堀尾貞治さんをはじめ、ね、写真家の石川隆一さんら県内外の作家35人が参加しますで絵画や彫刻など、うん、約54点結構たくさんですね がですね、えー、古民家を中心に展示されますよで、海中道路海の駅綾橋間横そこの広場で17日、えー、土曜日今週土曜日から19日うるま市の物産展も開かれます17、18、19台風が気になるところですがはい予定されてますよそしてこの市離りアートプロジェクト私も毎年あ 一昨年年ぐららいいいかか毎年行ってるるのかな回回回目今回5回目今ででですすす楽しいです結,構結構体力いるんですけれどもね、うん、あのスタンプラリーとかして景品をもらって私は去年は缶バッジ可愛らしい豚の絵が描かれた、えー、缶バッジをもらいましたキーホルダーももらいましたねでこういった景品もありますよで9月17日の土曜日から10月2日日曜日までちょっと期間短い感じがしますねいつもより。 で午前10時から午後6時まで会場は池江島、宮城島、浜比賀島、変座島で作品を展示します。うるま市観光物産協会チケットセンター、こちら海中道路にありますで。配布するルールガイドを入手して、まずね、ルールガイドを手にして展示場所をご確認くださいということです。入場料が500円。 中学生以下は無料です。で、再入場も可能となっております。お問い合わせは、うるま市観光物産協会、お電話番号098-978-0077番までお願いします。以上、観光ニュースでした。 来週20日火曜日はバスの日です。観光バスの旅してみませんか、えー、この曲はですね、初代コロムビアローズで、東京のバスガール。 ひなさおりのトリップステーション FM 小ザのスタジオから生放送でお届けしております今日のテーマはバスあるある <laughs> やっぱり難しい <laughs> バスあるあるでお待ちしてますよメッセージは761アットマーク FM 小ザ .jp ですファクシミリは098-934-8653 934-8653までお願いしますねバスの思い出などいろいろ皆さん思う 思思思いいいいい出ををこ思いこう起ししししてメッセージを頂戴したいとまますすよろしくお願いしますねはいではですねチャライ AKB ファンさんツイキャスからあさっきあの私が運転手さんの話をしたことなのかなあの私が高校生の頃に運転をしながらマイクをつけて観光案内をする路線バスの運転手さんがいたんですよ。 おその当時は有名人だったんですけどね、そんな話をしたら、チャラい AKB ファンさん、そんなオおらんっすって、運転手は停留所に泊まりますって案内するだけっすって、そうよね、そうよね、最近はそういう運転さんしか見ないかな。前はいたんですよ、あの。 銀バスっていうところにねいましたけどねよくしゃべる運転手さんがねいましたはい、ね、ツイキャスからたくさんのメッセージ届いておりますありがとうございますでは先週に引き続きましてあ、まあ、同じ方じゃないんですけど今週もゲスト、えー、登場となりますよ今日のゲストはですね那覇バス 株式会社観光部から、はい、歌バスのメンバーのお三方にお越しいただいております。こんにちは。こん,ちはこんにちは。では早速、私のお隣から自己紹介をお願いします。はい、ええー、那覇バスからやってまいりました。さやちんこと神田さやかです。さやちん。パフパフ。はい。<laughs> 注文お願いします。はい、続いて。はい、そして森森こと村山道洋です。<laughs> はいどっかで聞いたことある名前だね。<laughs> えー、いだはいこの番組2回目の登場です。は,はいでは続いて。はい ええー、ちっちことさきはまちなみです。はい、ちっちーよろしくお願いします。いますはい、ツイキャスからもうツイキャスの皆さんはね、映像でもうこのスタンバイの状態からご覧いただいていますので、はいはい、たくさんはい、はい、そうそうそう <laughs> ずっと映ってるので、ね、ノーカットでお届けしておりますので、はい。えー、<laughs> そうそのね登場から見てる方でたくさんこうなんだろうメッセージがボンボン入ってきてどこ。 下がったら下がったでまたボンボンって入るからあれどこだって私がね慣れてないんですけれどどこまで下がるうん風間三姉妹ということでね一部の方には紹介してたのでなんか嫌な予感がするってリスちゃんからメッセージがありましたけれどもかしまし娘やないかいってそうですねそしてタロスケさんまた綺麗な三姉妹でって、は。い ありがとうございます。その通りって。はい。後で青森プレゼントするってよ。後ほども、こう、ちだみ、ちだみっていうの、これね、もうポロポロ音が。ね、聞こえますでしょうか、お聞きの皆さんもね。後ほど歌も届けてくださるということで。はい、松田和寿の島歌レディオのなんか、大。 2時間目みたいな番組になっておりますけれども <laughs>、はい、こういう感じもいいんじゃないかなと思ってお届けしていきますよ、うん、ではですね早速この来週の火曜日が20日がバスの日ということでこのバスの日のいろいろ情報があるということでどどどななたかかからららううすすするる <laughs> <だ S 2> メインのメインからじゃないいではサヤチンからお願いしますのああの路線バス情報とかそういう感じからがいいのかな。うんうんうん る来う、うん、1819の2日間共通であの4社共通の路線バスチケットっていうのを毎年恒例でバスの日にちなんでっていうので。えー 発売してるんですよねはいあまだ販売はされてないのもうね販売中ですね販売中です今月の初めから初め頃から販売が始まってまして残りわずかだそうです残りわずかですってよ皆さん私まだ手にしてないよ千円よね千円で二日間乗り放題チケットなんかこれ情報が違うねワッターバス島の今ホームページを開いてるんですけどそこには二千円と書いてあるんですが 1,000円,、ね、<れ>円で2日間乗り放題。うんうんうん

のでどうぞこの機会に路線バスの旅残りで、ねはい、販売してるのはもう各バス会社の各営業所で販売しているので,で4社とという私、うんえっと、た,たち我々那覇バスとあと琉球バスさんと、えー、沖縄バスさんと東洋バス。バスあはい、うん、4社、ね はい、4車で販売中となっています空港リムジンバスとかあと高速バスとかそういったものは対象外になってるんですけどあの通常の一般的な路線バスは全部4社共通で使えるっていうチケットですね。はい、はい 素晴らしいです。乗り放題、乗り放題、ノリ放題ですなんかこれ託ってるなみたいな。食べ放題ビールは無料。あのお聞きの皆さん一応ですねシラフです。この方々。この方々はシラフでございますよ。はい。そしてそのまなんか知難んだイベントがあるんですうね。あの今月二十日ちょうど九月二十日がバスの日なんですが、パレット雲寺前で四時から五時 の間ですね。交通安全週間がこの日から始まるんですけれども、その交通安全週間の出発式っていうのがあるんですよ。よく見たことないあのニュースでパ時代のニュース。あんなやつ。あいや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 映ってるよ。あれでね。撮ったことはない。えっとこの交通安全出発式で私たちあの。 現役バスガイドで結成された三振チーム、歌バスというメンバーでして。はい、はい、そのメンバーで、うん、あの交通安全日、あのライブですね。交通安全ライブというのを。パレット雲も前でやるので。ぜひ、見,てて見に来てください。はい、芸能人みたいな。<laughs> 生ライブなんですよ。生。生です。もう、これと同じだね <laughs> で。あの、この時に披露する歌が。うん 実はあの沖縄県内でも昔っから歌われていると言われる私全然き知らなかったんだけどねあんまりラジオ当時聴かなかったもんだから交通安全の歌っていうのがあのおばちゃんなんかがこう三弾いて弾いてる歌があったらしいんですけどそれを歌バス風にアレンジしてくれないかという。 かかららの依頼いいでしょだからさ、電話かかってきたとき、あ、なんかやらかしたからなけど、エクレア持って運転してたから、キップ切られたとか、あんなんじゃなくて、本当なんですよね。皆さんも、この方ね、この村山さんね、エクレア持って運転してたから、携帯持って話して運転してると間違えられて、キップ切られたって。

それは置いといて、だんだ話だったから、交通安全ライブをします。そう、歌なんですけど。その交通安全の歌は、今日は歌ってくださるの?。今日はね、実は、まだね、おあの、あ、だめなんです。お披露目、そうなんだ。未発表。未発表。作。こうご期待。パレットくもじにて。そうそうそう。初、お披露目。このアレンジしたダンス。ボ ダンスリミックスが初お昼ダンサー募集中ダンサー募集中絶賛募集中だそうです募集しちゃったよ。なんでそんな予定なのもともとは誰が歌ってるんですか誰の歌っていうことではないんだよね多分近所のおばあたりだよねそんなことはないと思うけどコロンビアなんちゃらみたいな感じそんな感じのね よりすぐりの人たちが、そうなのね。そうそうそうそれを編曲したわけ。そうそううちの生田さんさ、そう歌作れるのがいてさ、ね編曲しちゃったんですよ。すごいね、何でもやるね。何でもやだね。バスガイドじゃないんじゃない？もはや。そのライブがパレットくも字でいつ？十？二十。二十。二十日の火曜日から五時。四時から五時だそうです。皆さん。はい。 はい、その間の後半なので、4時半から5時の間に来ていただければ、多分演奏の音が聞こえてくるはずなので、皆さんお近くをね通るようでしたらぜひ冷やかしに来てください。冷やかしに。じゃじっても冷やかしに。あのなんかテープとか鳴きたりとか。はあ、<laughs> 踊ってもいいですよ。ああ、ダンサー募集募集してるあ、スクールメイツはダメだよ。 スクールメイツ、昭和だなはい、そのイベントが20日に行われると、にもイベントはありました今日のイベント、それぐらいか、この20日ぐらいの、そうですね、今月はとりあえず、それが今、一番控えてるやつで、大きなイベント、我々、我々の中では。はい あとは宣伝宣伝なんかいっぱい持ってきてなかった実はあってどれで大丈夫最後にしようか定期観光とかあるあ定期観光ははいでもスポンサーならないから紹介しないこうかなって言からどうしようかなあるけどあでもぜひ乗ってくださいあの意外と地元の方は知らないと思うんですけどね そうなんですよ定期観光バスを出してるのは那覇バスだけも。え、今沖バスと那覇バスと那覇バ2社だけだそうです沖バスさんは2つコース3つぐらいなのかなどんなのかな北部2つぐらいあるかな2つかな那覇バスは私たち那覇バスは4コース4つのコースがあ4つのコースがイキャスの皆さんだカメラどこにある見えにくいねはい。 4つの定期観光のコースが那覇バスさんにはありまして南部のコースが A コースは南部首里城と沖縄ワールドそしてあの戦績が中心になってくるんですけども、うん、まあ南部を一回りするコースになってまして、うんうん、あと B コース C コース D コースはともに北部のコースなんですけども、うん、これ全部チュラハム水族館行くよね内容がちょっと微妙に違ってたりとかして。あの インターネットとかでも、細かく、あの詳しいコースを、あとオプションだとか、料金だとかね、時間だとか。はい、それぞれの、もうコースで違いがあるので。はいうん、これはもう。那覇バスの,の定期観光バス乗り場が、あの朝日橋の。 モノレール朝日橋駅のすぐ下にありますねあるんですけれどもそちらの方が乗り場になってまして。あるよあるってお聞きの皆さん、太郎助さん聞いてる茨城から今度はぜひバスに乗ってね、お願いしますね、定期観光バスの高さからの眺めって全然違う、全然違うからね、どの景色が好き、バス。 バス乗っててこの高さだから見れる景色っていっぱいある。あれじゃないやっぱりルネッサンスの海岸線で、だよね。あれはさ乗用車では見えないわけ。見えない。あのガードレールっていうのあれなんだね防波堤っていうの。そうそうそう。あれでちょうどこのなんか目線の高さに壁が来るんですけど、バスだともう車窓からもう全面に広がるオーシャンビューが見えるので。

皆さんバスでしか見れないすごい素敵な景色があるのでぜひ<非>。で定期、はい、観光はあの地元の方は意外と知らなくて結構こんなのあるんだってよく言われるんですけど、うん、地元の人でも全然気楽に乗っていただけるし空きがあれば当日でも乗れるんですけど、うんまあ、事前にね予約をしていただけたら確実なんですけども、うんえー、今回。サヤチン割引であの、はい 通常の料金から10%割引で。はい。<laughs> ラジオを聞いたばん、ね。大盤振る舞い。大盤振る舞いです。<laughs> <laughs> ラジオをラジオを聞いたよってラジオはこの私の番組いいよ全然ラジオを聞いたわ実は我々3人この風間さん姉妹よあの他局の宣伝しに来てるわけ他局だから言っていいのかなあ後で私が怒られるだけだから他局の宣伝するの私と宮島真一ぐらいじゃないでも大変時違うからあの毎週 同じ水曜日の夕方6時から放送してるんですけども、はい、ち,ょちょっと南の決して知らせるのかな。<laughs> <laughs> ギノワンの何？新しくですね、ギノワンにあの地元のコミュニティラジオ局としては2局目となる、えー、ギノワンシティ FM81.8 メガヘルツ。81.8。が8月の3日に新しく開局、8月2日だったかな 2> 2、うん、開局したんですけど、うん、そこでちょっとですね、あの私たち那覇バスのあの観光バス関連情報とかね。 えっと、まあ、バスガイドあるあるネタとかさ、うん、そういうちょっと裏トークをさ、三 <laughs>、はい、人で面白おかしく繰り広げているわけですよ、うん、だ。ここでは表トーク。こで表でちょっときちんとね、かしこま <laughs> なんでカメラが回ってるから。<laughs> しし <laughs> 大丈夫。<laughs> まあまあまあ、で、そう、番組も持っております。毎週水曜日、夕方六時から、ウィーラボ沖縄、秘密のガイドベヤン。秘密のガイドベヤ秘密のガイドベヤっていう。このなんエキゾチックなネーミングだよね。木田沙織が超真面目に感じてきたよ。はい、だからよって。さあ、そんなねさん、お三方でございますけれども、もうそろそろ歌って。 てね、<laughs> し,ゃしゃべってろ って言った。来たけです。これはねお別れに見せるだけ。お守り。これ修学旅行生でやってから大ブイングした。持ってるだけ。うん。最後さお別れ空港に行くまで引こうと思ったけどお別れの挨拶が長すぎてじゃあ空港着いてガイドさん三振持ってるけど歌わないのって誰が歌うって言った。持ってる大ブイング。それそれーイングだ。思って出すだけ出しといてタイミングを逃したっていうのあるある。ああこれバス歌バスあるある。 歌ばさあるあるですねそうそう喋ったらさ私もさあっという間に時間終わってからあいごめんっていうこといっぱいあるよくわるよくあるあるパターンだね口がに喋って喋ってもう歌ってもう三曲目はね通常ですとあの音楽をかけたりしてますけれどもせっかくね来ていただいてるのでねお越しいただいておりますのではい曲紹介はどなたが口数の少ないちっちーがはいはいはい今日あんま喋ってないんだよでははい 怒ってる一曲いくの一応一曲まず一曲まず一曲市販でははい。参りますビギンのシマンチの宝ぬだからシマンチュヌ宝どんどんはいいきます今日は三振二丁とあの一期一会っていうね楽器を持ってやります初めて見たいちご一会はいそうですよ どうするこれ？開節はあとでやろう。A 一五一 A だったら。追加するさあの黄色っぽいこの三振じゃないこのギターっぽい感じのものが。ねうんうん、はい。い一五一 A ですよご,ご覧くださいね。はい。いきます。はい。<music> 大切なものも, <laughs> も までやりとりして面白いね。ねね。一応慌てる時もある。今、ま、で慌ててるけど。うんうん、面白い。六。来。来なせん来てる。来なせん来てたよ。四国に近い分。これなんかさ、一応これでちゃんと来てたんだけど、途中でそそメールも紹介しないと、ね。メールを新しいの来てないよね。来て キナサオリのトリップステーション、FM コザのスタジオから生放送でお届けしております。今日のテーマは、バスあるあるでお届けしておりますよ。メッセージは7 6 1アットマーク f m コザ .jp です。メッセージ届いております。ありがとうございます。チャライ AKB ファンさん、ありがとうございます。ヘイヘイ、メイグー、サオリン、FM コザお聞きのリスナーの皆さん、こんにちはす。今回は放送忘れてないでーって。シャテーマいくっす。テーマ、 バスあるある。俺はね、よくバスでゆっくりつ、んゆっくりつかまります。つかります。つかります。<laughs> ます <laughs> なんでやねんって。そのバス違うやろうって。あ、バス <laughs> 今分かった。ごめん。私が間違えた。読み間違えたから、こんな、こんな、こんな時代に,時代になってしまったね。 <laughs> ゆっくり浸かりますなんでやねんそのバス違うやろ <laughs> もう2回行ったら大変だねはい俺はですね20代の時に通勤で市バス使ってました停留所降りる時に小銭がなくていちいち運転席まで行って両替するのに面倒くさかったけど今はカードタイプの電子マネーでピッて降りれるから便利になったなーって「バスあるあるは」は以上だって「めぐうさを整いました」 バスに乗り遅れたとかけまして古着と解きますその心は次があるでしょう<ー>終わりチャラい AKB ファンさんでした <laughs> ありがとうございますまいで続いてムーネー先生、はい、今日ギャラリーにもお越しのムーネー先生でございますよありがとうございます <laughs> あの旅,旅帰りなので後で見上げ話たくさん 聞こうかなと思ってますよ。さおりさんただいまムーネー先生です、えー。昨日の夕方に帰ってきて、今日は肉体的にも精神的にも疲れが出始めてます。で、テーマバス好きです。バス知ってる。もうめっちゃ好きだよね。先週先々週ぐらいだったバスのあの沖バスで販売してる沖縄バスさんで毎年かな販売してるピンポーンとかバスの番号とかあるじゃない。 看板とかわかる？売ってる売ってる売ってる売イベント売るときがあるじゃない？うんなんかああげるのかなあげるんじゃない？あげるのかなそれ持っていたわけムーニャ先生こうレアなものいっぱい持ってるうんピンまあそんなねそんなムーニャ先生テーマバス好きですバスってバスの日のフリーパスも中二から高一の頃まで使ってましたあの時はまだ六十九番九六十九番奥線があったので。 奥,奥やんばる線ってことかな<ー>で那覇から奥まで行きその帰りに66番本部半島線那き神回りで一周して帰ったこともありますってすごいなやったことない私そう、ね、私が一番好きな路線は113番、うん、串川空港線と123番石川空港線で <laughs> 空港空港なんだ ね、でただ本数が少ないのがネックな上、うん、今回のバスの日フリーパスでは日曜と祝日なので113、123は運休で乗れずってそ,っそ,っそうなんだやっぱり好きな方はねやっぱり調べてからよねねきっと、ね、ね<ー>フリーパスは今回は買ってませんってバスはやっぱり古い方が好きです特に730のバス大好きですということで。うんうん はムーネ先生、いただきました、ありがとうございます、本当ね、バス、古いバス、いいよね、銀バスのあのあのデザインもね、昔の感じ、好き、上等もいいけど、銀色のあの感じね、銀バスのね、持ってるよ、まだ持ってるよ、来週は、来週、この間、持ってはきたけど、入らんわけ、入らんくなってる、もうそこはもう、さして。という感じでございますよ。 はいじゃあもう一通ですね来てますよラジオネームきなさわさん久しぶりのメッセージきなさわですあきなさわじゃない間違えたきなせんさんですきなさわ私だもうんでんできなさわりいつものコンディションということでいつもこんなですきなせんさんからですきなさわお久しぶりぶりって最近このラジオ忘れていたきなせんです忘れていたねうちの会社が 漆黒に近いブラック会社でさーっていろいろあって暇がなかったのよーって <laughs> ところでうちの会社さキャリアのある社員よりピチピチな若い社員を優遇する漆黒株式会社だわけ <laughs> ゲストの皆さんこんな会社どう思いますーって <laughs> はい悔しいからしがみついてやる <laughs> <laughs> もうどこの会社って大体分かってきたんじゃないか <laughs> 漆黒に近い漆黒 <laughs> もうこれね、きなせんさん、あの一応 YouTube 残るから <laughs> <laughs> という感じよ、はいそうね、細かく前回でも細かくもお話ししたんだけどさ、きょうは掘り下げないでおこうね、エンディングに近づいておりますよ、<laughs> <laughs> あと一曲聴きたかったんだけど、喋りすぎじゃない、我々 <laughs> <laughs> ね、ね、どうする？もう今日はまた来週、また来週、また来週で行くの。本当？なんか歌いいいの？うん。あれないの？もう終わってから歌って言ってたら。もう一曲歌いたいなみたいなはない？大丈夫？大丈夫？喋番組終わって外でさ環境を見てからヒートアッ次の番組冷やかすらしいですこのお三方。風間さん姉妹。半ズメ置いといてこっちで引いトアッはいパークアビニューでまだまだあの。 ななんか引きながらら歩いいいいてるるウォーキングすすすみたでででははもうあと3分ぐらいですねで週末情報で少し台風も心配なんですが週末、この FM コタの前の通りですね、パークアベニューでは、なんだったっけ、カナデルパークだ、カナデルパークのイベントが行われますよ、そしてまた近くのえミュージックタウン音市場ではプロ,ムプロムナードコンサート、オープニングセレモニーから。 今回は小学校、中学校、計4校が4校の吹奏楽部の皆さんが登場です、はい。そしてウォーキングイベントもありますけどそれはもうネットでお知らせしようかな。で、コザの町で言うならばこういうコザの町にぎわい商品券というものも出てますのでそこと、またね、絡みのあるプロムナードコンサートも行われます。心配なのは台風でございますが この天気で持ってくれますように,に、ね、願いを込めましてお別れしていきたいと思いますよ。うん、で、この後も FM 講座でお楽しみくださいね。この後の番組では DJ モーリーさん、そして、おややんさんが登場します。さて、きなさおりのトリップステーション、今日のゲストは、那覇バス株式,株式会社から、かむよや、<laughs> コーナーイエンス <laughs>。 ナ <laughs>、えーバスの株式会社から歌バスの中からお三方、はいはい、お名前もう一度お一人ずつ神田、はいえー、さやかと村山道代と チッチでーす。きなさおりでーす。またはずじゃないけどよ。<laughs> 誰か来た誰か来たよ。はい、もう変な人たちだね。で、メイグももう苦笑い<笑>ということで今日はお届けしましたよ。また来週。どちらかしに来ただけど、はい、<laughs> ちらかしと、ちらかしね。どちらかしに、ね。で、もうバイバイっていうことになるみたいです。<laughs> はい、また来週もぜひお付き合いくださいね。きなさおりのトリップステーション、また来週。安心や。 またやったいバイバイ